ピンさんとちゃんは引き続きしもべモードでお願いしますよ。はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。なんとかね、運よくドラゴンナイトピンさんとかねゲットできたんで、今日はそれを使って、いろんなパーティーをね変更して、どれが一番ね相性が良くて Y ポイントが稼げるのか、そしてこのドラゴンナイトピンさんとを使うとドラゴンナイトビネガーのドロップ率がアップするんですけども、どれぐらいアップするのか、何倍になるんだっていうね、そのあたりちょっと見ていきたいなと思います。ドラゴンナイトビンさんと使っていきます。まずは基本パーティーはこんな感じでね、まず1回やってみます。特殊能力持ち妖怪全部使ったパターンですね。さあ、ドラゴンナイトビネガーのステージでやっていきます。さあ、鉱物もね爆買いしておきました。とりあえずね30個用意しました。さあ、鉱物与えます。毎回ねこの鉱物は一番いいのをね上げて周回していきたいなと思います。まずは一番無難なパーティーだよね。 Y ポイント稼ぎのねボーナスがつく妖怪、ポイント玉がね降ってくる確率が上がる妖怪入れました。そしてドラゴンナイトこのビンさんとなんですけども、このドラゴンナイトビネガーに対して特殊能力ダメージアップダウンがついているということで、結構ねこのメローラ姫と両方入れるとほぼほぼダメージ食らわないんで、楽勝というかねのんびりとやっていけるという感じ。必殺技もねポイント玉を壊すのに非常に使える、なぞり消しっぽい感じかな。さあ、フィーバータイムに入りました。ここでドラゴンナイトチャップも使っていきます。このドラゴンナイトビンさんとなんですけども、技レベルはねあえて1のままにしてあります。その方がねたくさん技が打てるんで、ポイント玉が壊しやすい、ポイント稼ぎにはいいんじゃないかと思います。さあ、これで Y マネーが 305Y マネー、そして28ポイントですね。パンツ使ってないんでこんなもんでしょう。さあ、メローラ姫なんですけども、ドラゴンナイトビーンさんとにダメージダウンもねついてるんで、いらねんじゃねってことでメローラ姫を外して代わりにね福禄寿を入れました。なぞり消しを入れることで、ポイント玉がねたくさん壊せて、獲得 Y ポイントが上がるんじゃねっていう作戦なんですけども、どうでしょうか。お、553か、結構食らうね。これドラゴンナイトビーンさんとダメージダウンついてるんですけども、微妙ですね。これメローラ姫が相当すごいってことだよね。そしてチャップいきます。お、やられた。なるほど、これはメローラ姫いるわ。それではピーターパンパンなんですけども、こちらポイント玉の降ってくる確率が上がるという特殊能力があります。ちょっとねそれ外してみました。ピーターパンパンを入れることでね、どれぐらいこのポイント玉降ってくる確率が上がるかにもよるんですけども、外した場合どうか。確かにあんまり降ってこないっていや降ってこねえな。どうなんだろう。これで Y ポイントの方見てみましょうか。皆さんどうですか、このピーターパンパン入れてますかね。これ入れるよな。4ポイント全然違うね。160でたくさんは壊せるんだけど、ポイント玉の降ってくる確率が、これもね確率なんで結構波があるんで、多い時もあるんですよ。確かにピーターパンパン入れなくても降ってくる時もあるけども、全体的にはどうなんだろうね。これでどうだろう。
42ポイント。微妙ですね。また分からなくなってきたな、これ。32ポイント。10ポイント。やっぱりピーターパンパン入れた方がたくさんポイント玉降ってきますね。これは明らかに降ってくる。なので獲得ポイントはね、まあ福禄寿でたくさん壊すってのもありなんだけども、まあ全体的に見るとピーターパンパン入れた方が稼げるかなっていう感じかな。まあこの辺りはね、やり方にもよるし微妙なとこではあるんですけども、まあ持ってるんなら入れようかっていう感じはするね。さあこれでちょっと見てみましょうか、まあ、ピーターパンパン入れても降ってこないときは降ってこないんだよな。さあドラゴンナイトヴィンサント、これ優秀だよね。勇ましの SSS ランク。さあ皆さんどうですかね、ガチャからゲットできましたでしょうか。まあ相当確率渋いしね、まあ今確かに確率アップなんですけども、まあまだイベント期間半分丸々あるんで、おそらくね途中さらなる確率アップが来るような気がする。わかんないけどね、こればっかりは。お、押したぜ。このドラゴンナイトビンさんとはドラゴンナイトビネガーのドロップ確率アップの特殊能力あるんですけど、この感じだと露骨に上がってる感じはするな。何倍何倍っていうレベルで上がってるよね。感覚的にはまあ分かんないな、まだもう少し回数やんないと分かんないね。ざっくり 2,3 倍には上がってるような気がするんだけどね。52ポイント、34ポイント。やっぱこのパーティーが安定して稼げるかな。さあフィニッシュ。落ちろ。寿司かい。寿司か。これでもさっきあげたやつだからな、あんまり喜べねえよな。251ワインマネー、オートロゲット。そして22ポイント。さあ1時間が経過しました。さあ攻撃力アップからのドラゲナイ。さあポイント玉壊していきます。でかいやつでも7ポイントとかだからね。おっと、経験値玉ゲットです。なんかパンツ落ちるって話なんですけど全然落ちないんだよな。さあレベルもね上げていきます。スコアターに備える。さあ2時間が経過しました。なんだかんだ言って結構疲れますね。さあ残り5個になってしまいました。もう25個使った。さあものすごく懐きました。まあ Y ポイント稼げるしね、いいってやいいんだけど。さあどうなんだろう、みんなどのステージで Y ポイント稼ぎやってますかね。フレンドとかを見るとこのドラゴンナイトビネガーのステージか、もしくはビネガーカーンのステージ、もしくはその前のねステージ3体出てくるステージでやってくる人が結構やってる人がね結構多かったんで、まあそのあたりなんだろうな。どうなんだろうね。ステージ39もね、まあ確かに僕もやってみて稼げるって言えば稼げるけど、相手もあんまりいいの落ちないからね。さあポイント玉結構振ってくるね。もう一回ドラゴンナイトビンさんとかドラゴンナイトチャップ打ちたいな。そしてポイント玉を壊して、さあどっちか打とうか。ドラゴンナイトビンさんといきます。これ結構楽だよね、ポイント玉をね勝手に壊してくれる。さあフィニッシュ。落ちろ。
おお来たぜ。やっぱ確率上がってるわ、相当上がってる。こんだけ落ちてくれれば結構サクサクと技レベル上がるかもしんない。50ポイントポイントも稼げるしね。さあドラゴンナイトビネガー友達になりました。お、なんとかね技レベル4来ましたよ。それでは難しいミッションやっていきたいと思います。ランク A のみでクリアやっていきます。マヨネのステージ。ちょっと待った、あなたたちだけでかっこいいとこ持ってくのは許さないわよ。私だって魔法使いの中ではなかなかイケてるんだからね。使い妖怪はこちら、決め手間を攻撃力アップ、そしてサンズの犬玉を作ります。そしておとろし、下の方の妖怪プニを消す。そして呪いの花子ダークニャン。さあこんな感じの不気味っぱでいきます。種族効果 30% つけて黒い妖怪ウォッチも使っています。さあ仲間にしたいんで好物与えます。さあ皆さんね、このマヨネ何体ぐらい落としましたでしょうか。やっぱりねマヨネってさ、スナックワールドの中では非常に人気キャラなんで、結構ねこのステージ周回してる人も多いんじゃないかと思います。皆さんはねもうこのビネガーパレスの星集め終わりましたでしょうか。僕はねまだちょっとね難しいのが残っています。結構ここのステージ難しいよね。だけど報酬がいいんで、ドラゴンナイトの試練、ビネガーパレスのステージの星を全て獲得するとね、ドリームコイン G3 とかね結構いいのがもらえるんで、確実にイベントの期間の間にはねやっていきたいと思いますけども。さあダークニャン、これでワンフィーバーでいけるかな。結構ポイント玉も振ってきますね。隠しステージもね結構ポイント玉振ってくるんだよね。さあフィニッシュ、落ちろ、おお来たぜ。やった、星のミッションの方もクリアです。なかなか A ランク縛りも難しいよね。さあマヨネ友達になりました。今技レベル3ですね。5ぐらいまでは持っていきたいな。さあ次はね引きコウモリ、敵妖怪からの攻撃16回以下。これねちょっと非常に難しいよね。確か3体ステージなんでドラゴンナイトビネガー使っていきます。そしてゴブさん、プニを整理する。ビンさんと単体攻撃。そしてブタコ、これアニメの中では非常に人気。そしてドラゴンナイトビンさんと使っていきます。さあこんなパーティーでいきましょう。敵がね3体ステージなんで16回って結構あっちゅう間なんだよね。この3カウントごとに出してくるから攻撃頻度が半端ないんだよね。これどうなんだろう、これワンフィーバーで倒せばいけるのかな。なかなか速攻で3体倒さないといけないんで、これちょっとね難しいなと思います。もうコンティニューとかしてもダメだからね、16回なんてとにかく早技で倒す。さあなるべく早くフィーバータイムに入れてドラゴンナイトビネガーで攻撃力アップしておいて、ビンさんとで、やべえな、ビネガーが溜まっていない、あ溜まりました。さあこれで攻撃力アッププラスデカプニです。さあこのポイント玉もね壊していきます。このノーマルビンさんともいいよね。さあポイント玉壊しつつ、さあどうだ、お生きている、強えな。さあこれでフィニッシュ、ほぼワンフィーバーでしょう。マジかマジかやばいです。星のミッションが取れねえっていうね。さあ11ポイント。さあ次はですねステージ39、不思議族のみでクリア。
こちらやっていきます。これもね結構難しい。使う妖怪はこちら、ホテイソン、攻撃力アップです。そして覚醒キュービ、これ強いよね。そして桜オロチ、今回のイベントでゲットしました。そしてキュービ、玉を作る。そしてギラコマ、謎り消し、これね使えます。さあここもね相当難しい。強敵が3体出てくる。攻撃がしかもすごいんだよな。5カウントで一撃がすごい、155とか。なんとかフィーバータイム持ち込んで、ホテイソンで攻撃力アップからの、まあ、あとキラコマとかね、強力な SS ランクの必殺技出していきます。まあただねちょっと技レベルが育っていないんですけども、サクラオロチもねほんとずっと今まで欲しかったんですけど、なんとかね今回のガチャからゲットできて、これは良かったなと思います。さあポイント玉がすげえ降ってくるな。これあれだよね、ピーターパンパン入れてないのに降ってくるっていう、よくわかりません。やべえな、フィーバータイム入りました。さあキラコマが溜まっていないけど、行きましょうか。攻撃力アップからの、さあとキュービ軍団行きます。この玉を作るのも意外とポイント玉壊すのに使えるんだよね。そしてキラコマ、謎り消し、やっぱポイント玉壊すのには謎り消しいい感じ。さあなんとかね倒すことができました。さあ星のミッションはクリアです。そしてポイントの方が18ポイント、やっぱボーナスないと少ないな。